はい、プレーボールどうも野球人です。2軍戦でまさかの防御率 27.00、 昨年の WB 戦士に一体何があった、どうしたんだ岩佐ということでございまして、はい、今回は阪神の岩佐投手のお話でございます。2022年最優秀中継ぎのタイトルを獲得して、新人王争いもね、巨人の大勢選手としていたピッチャーでございます。去年の第5回 WBC 日本代表にも選ばれておりまして、優勝に貢献してくれた選手の一人。ただまあそんな彼がね、去年状態を落として、今シーズンもね、なかなか浮上できておりません。まあそれどころか2軍戦でね、投げるたびに炎上してしまっているという状況でございます。まあなので今回はね、彼についていろいろ見ていきたいと思いますし、こう現状をね、しっかりと把握していきたいというところでございますが、ではまずどういう選手かっていうところ、今までの成績と見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。湯浅敦樹プロ6年目、出身地は三重、1999年7月17日まで24歳、183センチ、82キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ち。2018年ドラフト6位指名の選手、今季年俸が4700万円、さっきも4700万円ということになっております。平均外角148キロほど今シーズン記録しておりまして、球種はスライダー、カーブ、シュート、フォークなどを投げます。1年目の6月に腰椎の骨折が判明し、その影響で2年目は1軍2軍ともに登板なしに終わると、3年目に復帰、2軍で結果を残して1軍デビューを果たすも、3試合で防御率 18.00 と苦しい3年間になります。それでも4年目は開幕1軍入りをつかむと、リリーフとして好投を続け、セットアッパーに定着、最終的に45ホールドポイントを上げ、最優秀中継ぎ賞のタイトルを受賞、 WBC 日本代表としてもプレーします。しかし昨年は故障もあり、15試合のみの登板にとどまっていたということでございます。はい、この湯浅選手、 BC リーグ独立からね、入ってきていたピッチャーでございます。まあただね、入団してから3年間は怪我とかもあってね、なかなか活躍っていうのはできなかったですよね。ただなんといっても2022年ですよね。59試合2勝3敗、43ホールド、58.0 イニングで67奪三振、12四球、防御率が 1.09、奪三振率 10.40、与四球率 1.86 と、コセットアッパーとして圧倒的な成績を残しております。まあすごいですよね、防御率も1点台前半も前半、で、奪三振率、与四球率ともにね、抜群の成績を残しておりますんで、実績はほぼなかったんですが、一気に球界でもトップクラスのセットアッパーに成長。で、WBC でもね、3登板に投げて 2.0 イニング、防御率 0.00 と、投げていたゲームはしっかりと抑えてくれていたということになっております。ただそんな湯浅選手、去年のシーズンは1軍で15試合0勝2敗、3フルド8セーブ、 14.1 イニングで防御率 4.40、 奪三振率 9.42、 与四球率 5.02 とあまりね、結果が残せず、まあというのもやっぱね、シーズン戦い抜いて WBC に行って、でそれの疲労か怪我っていうのもね、ありまして、状態が上がりきらず、そのままシーズン終了してしまっていたということでございます。ただ今シーズンはしっかりこう復活の年というところでありましたが、オープン戦では1登板1点レーニングで防御率 18.00、 で1登板ではありましたが打ち込まれてしまって、開幕は2軍スタートというところになっておりました。まあまだね、こういまいち状態が上がりきっていないというところもありましたんで、2軍でしっかり調整してシーズンのどっかで上がってきてほしいなというところではあるんですが、でそんな湯浅選手の現在ここまでの成績っていうところ見ていきましょう。はい、では2軍成績ですね、見ていきましょう。湯浅の24年2軍成績、4月13日のソフトバンク戦ですね、ここが初登板でございました。1イニングで被安打0、奪三振1、失点0と、まあ、この試合はしっかりと抑えていたと。で4月の17日オリックス戦、ここも1イニングで被安打1、失点0と、ヒットはね、1本打たれてしまったんですが、しっかりと抑えてセーブもね、ついておりました。まあ、ただこっからなんですよね、4月の19日の工夫早手戦、ここで 0.0 イニング被安打3、フォアボール3つ、失点4、自責4と、もう本当ね、大乱調というところでありました。こう最後4対1で勝っていて、まあ、セーブシチュエーション、今年からね、2軍に参入した工夫早手でございますし、打線はね、リーグでも弱いというところであったんで、まあ、軽く抑えてゲームセットかというふうに思われていたんですが、ただね、こうワンアウトも取れずにまさかの4失点、最後ね、変わったピッチャーが打たれてサヨナラ負けということになっておりました。ちょっとまあこれはね、びっくりではありましたよね。でさらにその次に投げた4月の23日の中日戦、ここでも 0.1 イニングで被安打2、ホームラン1本打たれて失点1ということになっております。まあこの試合はね、最後9回シーバ選手が登板しておりましたが、ただ打たれてしまって2アウトを取ったところで途中交代、2アウトランナー1・3塁っていう場面で湯浅選手登板ではあったんですが、ただね、2球目を12勝石川選手にホームランを打たれてスリーラン、その後ね、ワンアウト最後取ってゲームセットとはなりましたが、こうまたも打たれてしまっていたと。で、そして4月28日、ソフトバンク戦、今日ですよね、1イニングで被安打4、打三振1、フォアボール2つ、失点5、自責点5という成績になっております。はい、今日は7回に登板、1点ね、ビハインドっていう場面ではありましたが、先頭のね、正木を抑えた後、2勝にフォアボール、柳町にフォークを打たれて、続く井上もフォアボールで満塁。で、その後の谷川原に3ベースヒットを打たれて3点。で、次の笹川にも3ベースを打たれてもう1点。で、イヒネにフォークを打たれて、
されて計5失点というところになっております。でその後ツーアウトは取ったんですが、まあただここ3試合 1.1 イニング10失点と、もう本当にねこう大乱調ということになっておりました。でやはりね一昨年の活躍からすると信じられないぐらいの状態なのかなというふうに思います。でこれをね成績に残していきますと、5試合で0勝1敗、 3.1 イニングで2奪三振5四球、被安打10、防御率が 27.00、 ウィップ 4.50、 奪三振率 5.40、 与四球率 13.50 という成績になっております。はい、やはりこう見ていくとねかなり厳しい数字かなというところではありますし、まあ、防御率 27.00、 あまりね見たことないぐらいの数字になっております。で指標も比較していくと、まあ、22年の1軍の成績見ていくと BB パワー 5.4%、あまりねフォアボールを出さず優秀、 K パーも 30.3% とめちゃくちゃ三振が取れております。なんで KBB も 5.58 と優秀な数字で、去年の1軍は BB パー 11.9%、 ちょっとねフォアボールが多くなっておりまして、 K パーも 22.4%、 あまり三振が取れず KBB が 1.88 と前年のね数字から割と落ち込んでしまっていた。まあなんで状態は良くないんだろうなってとこであったんですよね。ただ今シーズンここまで2軍の成績見ていくと BB パーが 20.0%、 K パーが 8.0%、 KBB が 0.40 とというところになっております。はい、まあこう見ていくとかなりしんどいっていうところがわかりますね。打者ね25人中フォアボールは5つで、三振取る割合っていうのもかなり低いというところではありますから、もうほんとどん底でね、球速試合はそこまで変わりはないんですよね。まあ大体良かった時でも149キロ台、今シーズンも148は出ているんで、そこまでガクンとね球速が下がったわけではないんですが、まあ、それでもね大幅に仕様が悪化で、オフのねフォーム変更がハマっていないのが原因じゃないかというところも言われておりまして、まあこの辺もねいろいろ週刊誌とかで報道はされておりましたが、まあ具体的なところは見えてこないというところになっております。まあでもね構成績が伴っておりませんし、明らかにおかしいのは事実でございますから、本当こう心配だよねというところでございます。でそんな状態が良くない湯浅選手でございますが、阪神のチーム投手事情っていうところ、今阪神はねどういう投手事情なのかっていうところを見ていきましょう。はい、では阪神の投手事情というところを見ていきましょう。阪神の1軍投手の成績見ていくと、防御率が 2.14 でリーグ2位、先発防御率が 2.65 でリーグ2位で、救援防御率ですよね、ここがすごいです、 1.13 でリーグ1位ということになっております。まあリリーフはねほぼ点を取られていないというところになっておりますんで、この辺がやはりね今首位にいるというところにつながっているのかなというふうに思いますが、でウィップも 1.10 でリーグ2位、 K パー 18.1% でリーグ4位、まあ、K パーはね去年からそこまで高くないっていうところはありますが、 BB パーフォアボールを出す割合が 6.0% でリーグ1位、非常に優秀で、 KBB も 3.06 でリーグ2位、被打率は2割3分3厘でリーグ3位で、 FIP もね 2.58 でリーグ1位ということになっております。まあなんでやっぱね1軍のピッチャー陣は今シーズンも優秀、やはりこう去年同様強さはここにあるのかなというところでございますが、でただですね1軍はいいんですが、問題は2軍なんですよね。防御率が 4.11 でリーグ5位ということになっております。でウエスタンリーグね6球団でございますんで最下位ではないんですが、ただね最下位の球団っていうところが工夫早手でございますんで、まあ、そういうところをね見ていくと NPB 球団では最下位というところですね。で先発防御率は 3.78 でリーグ5位、救援防御率は 4.49 リーグ5位と、まあ、リリーバーがね結構苦しいっていうのが阪神の2軍、ウィップも 1.45 でリーグ5位、で K パーが 18.1% でリーグ4位、 BB パーが 10.1% でリーグ5位、 KBB が 1.80 でリーグ4位と、まあ、ちょっとね1軍と違ってかなりフォアボールを多く出してしまっているというところがわかります。で被打率も2割6分5厘でリーグ5位、 FIP も 4.65 でリーグ5位と、ほとんどの指標で NPB 球団最下位ということになっております。まあなので1軍投手陣は優秀であるんですが、2軍がね壊滅的であります。まあ当然故障から上げてくる選手とかいろいろいるんですが、頭数がね少ないっていうところもありますし、1年間考えた時の投手戦力っていうのはややね不安になっております。まあなんでこう補強とかもねあるんじゃないかっていうところが言われておりますが、ただやはり一番ね必要なのは現有戦力の引き上げ、今ねいる選手たちが状態上げてきて欲しいなっていうところはあります。なのでだからこそね、こう湯浅選手の復活には期待したいなっていうところはありますし、阪神がこう連覇するためにはね必要な戦力にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。今はこう一軍のねピッチャーリリーフも好調でありますが、誰かしらこう怪我をしてしまったり状態が落ちてきてしまったりすることもあるとは思いますんで、まあそこで湯浅選手がね上がって上に貢献できるような状態にこう持っていってほしいなというところはありますし、まあそれができる選手じゃないかなというところでございますんで、まあいろいろね見つめ直すところはあるとは思うんですが、こう頑張ってほしいなというところではありますよね。はい、では今日は以上ですね。最後ネットでの反応を見て終わりましょう。
はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。さすがに岩さん投げるたびに燃えているし、150出てないし、1ヶ月くらいノースローでいいんじゃね。やっぱペルドモ獲得に全力注ぐべきではということで。はい。そうですね。やはりね、こう岩佐選手、投げるたびにね、炎上してしまっているということになっております。もうちょっとね、投げさせない方がいいんじゃないかというか、やっぱこうフォームっていうところ、しっかりと固めていく必要もあるのかなというふうに思いますし、こうノースローで調整させていきたいっていうところはあるのかな。まあ、ただですね、阪神に関しては、2軍のね、ピッチャー事情を先ほど見た通り、割とこう壊滅的な状況でございます。で、その理由として、一つあるのが、二軍がね、そもそもあんま回ってないんですよね。ピッチャーの頭数が少ないっていうところもありまして、かなりね、その辺がきつくなっている状況。今日もですね、先発の鈴木選手が 2.0 イニングで降りると、その後に育成の松原選手が投げていたんですが、まあ一応ね、昨日も投げていたんですが、今日連投で3イニング41球投げております。まあ結構ね、無理して投げさせているっていう状況ではありますし、まあ他の選手っていうのも割と負担がいっている。で、ドミニカのね、育成2人が加わってくれたっていうところもあるので、まあその辺はね、多少楽にもってとこであるんですが、まあでもこう下村もトミージョンで投げれませんし、他の選手もね投げれない選手がいるというところでありますから、もしかしたら湯浅選手もね投げさせざるを得ない状況になっているのかもしれません。でまあそれで言うとね、やっぱ補強っていうところに目を向けてほしいなっていうところはありますし、今注目されているのがペルドモですよね。今現在メキシカンリーグでプレーしている彼でございますが、先日日本球界に復帰したいというね情報が入ってきておりまして、かなり注目されております。で阪神はね、助っ人は4人しかおりませんし、もともとリリーバーの獲得っていうところ動いていたっていう風にね聞いておりますんで、いい選手がいれば獲得する可能性もある。でペルドモがメキシコでしっかりと状態良ければね、取ってきてもいいんじゃないかなという風に思いますし、そうなれば1軍の戦力アップ、まあさらにねピッチャーが増えることで2軍の負担も減る可能性もねあるんじゃないかなっていう風に思いますし、まあその辺もね含めて全然ありかなという風に思います。でそれプラスアルファしっかりと岩佐選手の状態が上がってくれば一石二鳥かなと。まあペルドモでなくてもいいんですが、何かしらねピッチャーの補強急務なのかなっていう風には感じますよね。で一方こちら見ていきましょう。会場の裏でファームがいつものイニングに誰か炎上してて、シーバカは森かと思ったら湯浅だった。7回8回でビッグイニング勝ったら絶対にこの3人の誰か重賞3人衆ということで、はい。で一方阪神に関してはね、ちょっとね2軍でかなり打ち込まれている選手が湯浅選手だけではないんですよね。で期待されている選手で言うと森木選手とシーバ選手、まあシーバ選手に関してはねドラフト2位ルーキーっていうところ、年齢的にも大卒と同い年っていうところでございますんで、まあ即戦力っていうよりはね素材型じっくり行きたいところではあるんですが、にしても彼もね防御率10点台ではありますし苦しんでいる状況で、ドラフト1位の森木選手、まあ彼こそね本当に頑張ってもらいたい立場ではありますが、年々ね状態が悪くなっておりまして、まあ今シーズンもなかなか制球が定まっていない。まあ湯浅選手同様投げるたびに点をね取られてしまっている状態、まあなんで彼らが心配なところではあるのかなというふうに思います。まあでも3人ともねポテンシャルは抜群の選手はありますし、何かこうきっかけさえつかめればねスルスル浮上していくんじゃないかなというところもありながら、まあ特にシーバー森木なんかまだまだ若いんで、少しずつ復調のきっかけをつかめればなっていうところでございますが、はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。